大岡七部会。それは世界政府公認の海賊であり、略奪を許可されている一方で、政府にとってその他の海賊への抑止力となる存在である。七部会は時代のうねりによりその形を何度となく変化させてきた。クロコダイル。かつてアラバスタ王国をめぐり麦わらの一味と対立、王国の乗っ取りを目論んでいたが、ルフィとの戦いに敗れ七部会から除名。クロコダイルに代わり七部会入りを果たした男、マーシャル・D・ティーチ。しかし目的を果たした黒ひげは頂上戦争にて自ら脱退を宣言。頂上戦争に反発し海軍と対立した海峡のジンベエ、彼もまた脱退を宣言した。月光モリア。かつて麦わらの一味の前に立ちふさがったこの男も頂上戦争に召集された。しかし戦争終結後、世界政府上層部による急襲を受け七部会除名。天夜叉ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。国王としてドレスローザを支配する裏で人工悪魔の実スマイルを密売する闇のブローカーとして君臨していた。しかし王国をめぐるルフィたちとの戦いに敗れ七部会称号を剥奪。そしてトラファルガー・ロー、打倒ド・フラミンゴのため麦わらの一味と同盟を組み称号を剥奪された。皇帝のごとく君臨する4人の海賊、四皇。それを食い止める海軍本部、そして七部会。この三大勢力によってこれまで世界の平穏は保たれていた。しかしかつて七部会から多大な実害を受けたアラバスタ王国、ネフェルタリ・コブラ王、ドレスローザ王国、リクドルド三世が七部会制度撤廃のため立ち上がった。そしてレベリーでの白熱の議論の末、大多数の賛同を得て可決されたのだった。